お疲れ様、スラットです。今日はですね、こちらのヘンテコラバルやっていきます。というわけで、すんごい方をしてますね。一体どうやったらこうなんだっていう。超弱そうなんですけども、まあ、アーチャーがね、ラバに入ってきたよと。まあ、それぐらいはね、許せますよね。やっぱ環境、ほんと最強なので、アーチャーは。すべてのデッキに入ってくるよと。まあ、なんですけど、アイスピーいるこれ。なんでアイスピなんだろうっていう、この間違いなくフェニックスとかスケドラとか宝石とかそういうカードの方が強いとは思うんですけど、まあやっぱ高回転にしたかった欲と、まあアイスピマイティがちょっと強いよと、まああとはね、最近ちょっとこのマイティもねちょっと多いんですよ。そうなので、まあ対マイティ的なね部分を考えてアイスピなのか、対マイティ考える、しかもアイスピンする、うん、なんか相手対空多いな、あー忙しいデッキきたっすね。マイティゴブリン吹き矢ディガオルレカ、あーマジ忙しいな。親衛隊のやつかな、あれ親衛隊ってこんなんあったっけ、いやそうだな、親衛隊だこれ、親衛隊ロケッティか、まあ矢波、あ矢波打ってきたな、わめんどくさいやつだな、ユニットがいないんですよね俺。ユニット少ないとねこういうデッキにあれついていけなくなっちゃうが、一旦耐えてしまえばラバルで形組んで逃げ切りも見えるので、耐えれる、あーちゃーでき渋すぎるだろ、なんか一生3枚程度残ってんだけど、えこれ吹き矢さ裂いたらさ相手の空って何かあったっけ、お兄さん俺に教えてくんない、あなたそれにて持ってたっけ、お兄さんマイティしかなくない、あーボムタワーもあんの、俺の持ってるデッキとちげえ。全然ちげえ。まあバルーン飛ばしてから考えるか、うわーいいオールブレイカーやこれ、いやーフリーズしてよかったかな、やだめちょっとマイティもあるんでうざめにね、ここ熱くね、だいぶホクホク、もうここしかない、持ってけ全部お願い、あーボーパイー長子したちょっと待ってよ、俺がやべえやん、うーんにょーやだ、フリーズの呪文教えて、いやもうラバだな、もう一回耐えるしかねえ俺、いやお前も耐えすぎ、マジでやばい、よし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 、危なすぎる、危なすぎる、なんだこれ。いや失礼かこれ本当に、ちょっと怪しいけども、まあまだ一戦なんでね、まあちょっとやっぱ高回転だからこそ良かったみたいなところはあるんですけど、ラバーである必要性をねやっぱ感じていかなきゃいけない。
まあ、フリーズなんで、このねバルーンとマイティをどうねいかに通していくかみたいなところが、フリーズの本当使いようがね、使う場面が大事になってきそうだな。あーめんどくさいなー、それプリンス系ねえじゃん。アイスピー、アイスピーが一応プリンス用みたいな感じ。いやアーチャー強っあー結局アーチャーだよな。これプリンス、え、怖っプリンスファイボもレアだけどな。まあ、ジャイか。フェニックスエレキのファイボね。まあ、矢の雨よりファイボの方がマシか、今回に限っては。値段つけちゃうか。もうゴブリンだし。え、マジさ、エグきついの引いたんだけど。どういうこと？空強くね。これついてないの一言とかじゃ済ませらんないぐらいきついんだけど。え、卵残ってるし。うわえぐいし鳥。なにこれ、エレキフェニックスプリンス、すべてがきつい。やばい、一旦逃げる。わあこれ勝ったら天才だけどな。天才になります。まずこのフェニックスが一発入ると終わるが、あーマジで。さあ次なんだこれ、変な銘柄も来たっすね。マジフェニックス、え、お前どんな時してんの。ん、あ、違うか。夢をつかましてくれお前。うわ強すぎるだろ。うん、そうなっちゃうよねお兄さん。 お願い早く落としてくれもいいから。あ、こいつあれか、呪文が今回ってないだけですよね。防衛で5打って、そんなね遅延煽りで逆サイ攻めて5打ってこないみたいな、そんなお前憎ったらしいことしてこねえよな。あー落ちて多くね俺だけ、おっとっつって、あふん何がグッドゲームじゃ、ほら、わマジでうぜー、何あれ。まあもう今のは割り切るしかないっすね。うーん、サスキツ。さあというわけでちょっとぶっ刺していきたいな。フリーズラバルフリーズ、あーマイティもねちょっと多いっすね。マイティ対策アイスピー真面目にやるよな、ここまで多いと。なんか出た、こういう運命なんだこのデッキは。ファイボと大砲ぐらいで終わりそうだな。いらんか、あ、意外と、お、あれ2発ぐらい、もう一発、うわー惜しい。相手対空きつそうだな。ボムアーチャファイボだ、対空3枚っすね。うん、マイスピー含めて4枚みたいな。高回転ドリル、マイティで耐える。これラバル組んでやらめサクって終わりのやつやね。あ、来た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 、こういうのよね、その求めてたやつ。あ、でここは
あのラバーケツから組みたかったんですけど、序盤の負け筋は本気であのマイティドリルラッシュなんですよ。序盤めちゃくちゃ攻められてボスないやみたいな、やっぱきついので、ここはねそんな攻めない、攻めないコスト節約作戦ですね。耐えてやめろよ、本当にバケモン並みに危ねえ、怖え怖え怖え。そう無理せずにもうこれでいいで、2倍タイム来たらポストあるんでゴリゴリいっちゃうぜ、いっちゃおうか。うん、いやいいね。さあ負け筋潰してセパーチャーもやだ、それものすごいやだ。さあ5使ったので、いやなめー、アイスピまで持ってって、いやこれが気持ちいいねはい、これです。うん、これ1点狙いまであるな、このデッキ、まあ、環境のアチャデッキをね。よし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 、引けるとここまで楽にいけますよと。まあ環境以外がねもう変なの引いたら終わり、ウィザードが引いたら泣いた方がいいっすね。マジで神相性引かしてくれ。ここなんか韓国かどっかのプレイヤーっすね。お、いい匂いがするな、いい匂いがしてきたぞいや柳多いね、つらっ。いやー取ったけど待つ。ゴブリン柳得意たらもう君アーチャー、アーチャーフェニックスロイヤー、アーチャーフェニックスディガーっぽい。ああ吐きそう。エリジェイバルーン来たんだけど、どういうこと俺やんけ、びっくりしてる今、なんでこれマイティも入ってるかな、もしかしたらマジであれじゃね、トルネハエボエリジェイバルーン来た説ないこれ。てか間のエリジェイ止まんないんだけど、あれいやー暇だし守るか。いや施設あるのかな、いやないな普通。よし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 なのか、怪しいな。キングタワー前で固めときゃよかったかな。え、てかマイティフリーズ思ってるよりも守れてる。卵からやってほしい。ああ、許せる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 。耐えてく。あれエリジェイ思ったより止まったな。なるほどね。さあエリジェイはあのフリーズでね固めてしまえば反射なくなるんで、マイティフリーズプラスアイスピぐらいでね完封できます。さあもうちょっと楽したいな。ナチョー守りすぎなのかな、考えずにいっちゃう
おー、珍しい枯渇だ。すげえ久しぶりだな。ここまで枯渇が弱い環境はね、ほんと2、3年ぶりなんじゃねえかっていうぐらいに枯渇が少ないっすね。矢の雨、うん、まさかの、ね、ないねこれ。全然枯渇じゃないです。マイティースーパーヒーロー、いやバルーン来て。マイティーさ、もう一回食べるくね。ちょっと熱いんじゃね。うわー、え、うっ、来た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 、これ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 、俺の目指してたやつ。熱い今の。うわ、でもきついんだよ。よしよし、耐える。プリンロイフグね、矢の雨ね、一本ってのでけえな。これこれこれデッキですからね、正直これしか考えてない。おー怖いね、お兄さん。いやー、鬼宿取った。ガーゴいたな。あは、ガーゴどころじゃねえ、もうマイティが、あ、惜しい、普通にマイティがぶっ刺さりそう。え、お前か、アーチャーが頑張る。プリン、こんにちは。しない、あーやばい、普通に守れ。追いつかれる感じ。お、いや、でかい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 、そのエム、うーん、ちょっと待って、追いつかれてるよ。やだ、うーん、怖い。あ、あ、え、これさ、あ、まあさすがに、うわー、やべ、ちょっと待って。追いつかれちゃった。さすがに負けろがむずい、負けろがむずい。こんなん、このマイティバルにすれば勝ちやん。しない、なんで、なんで、なんで、マジ？お兄さん、まあまあまあ、マジですか。俺は敗北というものがすごい見えてきてるんですけど、お兄さんマジ？お、使った、でかい、だいぶ使った。あ、耐えろ、え、耐えるよな、もうやばい、マジ、耐えて、やめて、やめろ、本当に触れんじゃねえ。うにゅ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 、苦しい、本気でロフグ止まらん、やめて。バルーン、でかすぎー、敵弱いな。いや、矢の雨強いんだけど、みんな矢の雨やねん。さあ、というわけでちょっと矢の雨多すぎてね、今季はね、ちょっとラーバね、苦しい、だいぶ苦しい気がしますね。まあそんな中でもちょっとおもろいんでね、はい、こちらのラバーマイティ、皆さんもやってみてください。ちゃんと高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。